着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、 GU の感謝祭が5月26日からスタートしてますので、 PC も一緒に画面を見ながら、どんなものが良いか、どんなものが下がってるかというものもお話ししていきたいと思います。はい、まずはこちらの第1弾が5月26日から、そして第2弾が6月2日からというところで、まず第1弾のところではこちらのリブティーですね。はい、リブティーが下がるということで、990円が感謝価格といったところで、どこまで下がるんでしょうかね。500円 ?700 円先に高いところ言ってから下がれってね。はい、700円なのか500円なのかっていうところだと思います。リブティーってね、割とサラッとして肌につかないよって話をしてますが、GU のね、このリブティーね、この首の周りのこの襟ぐりがちょっと繊細さに欠けるかなっていう気がするので、これはユニクロさんの白 T を私ね、いくつかちょっとご説明させていただいてますので、はい、もしよろしければそちらもね、はい、こちらにサムネを置きましたので、ぜひご覧いただけたら嬉しく思います。はい、そしてドライストレッチジョガーパンツということで、モデルさんは綺麗に着こなしてると思いますけど、ちょっとこのラインがそんなにどうなんだろうかなっていうね、もう少しスッキリしてた方がいいかなっていう気がします。はい、ただとにかく動きやすい、軽いっていうふうに書いてありますね。やっぱりね、スタッフの方がお召しの部分もちょっとこの内もものあたりがちょっとね、もたついてる感じありますよね。はい、やっぱりね、身長163センチとか166センチぐらいの方がお召しになるとすっきり伸びるんですけれども、164センチの方がヒール履いてもちょっとここら辺はね、まあ、細いからっていうのもあると思いますね。はい、全体的にちょっと大きめだそうです。はい、それからブラフィール 2way クロップドキャミソール、はい、私もこれ持っておりますけれど、990円からもっと下がるということなんですね。色がね、とにかくいろいろとありますので、これ下がっていあったらお買い求めになった方がなかなか買えると思います。はい、この彼女はね、オレンジをちょっとベージュの下に着てますけれど、同系色でね、ちょっと色がね、はい、でそれこそあのマメさんのシアクルネクティの中にちょっと入れたりとかして、ボトムスの同系色っていうのもなかなか素敵なんじゃないですかね。はい、そしてボリュームソールスポーツサンダル、これもいくらに下がるんでしょうかね。まあ、なかなか可愛いと思います。ちょっとね、このソールの部分がやっぱりそれなりにちょっとお安い雰囲気はあるんだけれども、まあまあなかなかこの価格であればいいんじゃないかなと思います。まあ、トレンドとしてね、もう去年一昨年ぐらいからスポーツサンダルっていうのは本当にもう市民権を得たというか、今まではちょっとスポーツは私どもにはカジュアルすぎるかもって手を出してらっしゃらない方多かったと思いますけど、ほらね、イーボルさんのスポさん風のサンダルも、私ご紹介しましたけれども、ね、やっぱりそれなりのお値段がするものの方がより高見えっていうのはね、やっぱり否めないので、ここら辺はねするっていう感じでよろしいかなと思います。はい、ぜひ、ね、お嬢様、息子さん、そしてお孫さんなんかがプレゼントしてあげるような感じなのかなっていう気がします。じゃあ第2弾からそれ以降はどうかなということでね、実はね、私昨日 GU 行ってちょっと下見してきたんですけれども、今のね、このほら、このワンピースセットになってるんですよね。これね、ワンピースとこのネットの感じの雰囲気がなかなか可愛いなっていうふうに思ってます。でね、結構ね、このね、ネット系っていうのが今すごくいいですね。 GU 推してます。透け感がある感じっていうのをシアクルネックティーなもので出すのか、このようにネット系で透け感を出すのかっていうところの違いが年代によって変わってくるのかなっていうところがあります。このトップス私実は購入しました。このね、ボトムスもセットで可愛かったです。これね、1990円なのね。ちょっと今お見せいたしましょう。今ね、中でちょっと違うものも入れてますけど、こうやって着ても可愛いんだけれど、はい、私が買ったのはね、こちらのね、メッシュセーターのスリーブ01番オフホワイト1990円。多分ね、これはね、新作じゃないんで、多分第1弾ぐらいから下がってくると思います。どれくらいに下がるのかなって、1990円だから多分1290円もしくは990円ぐらいまで下がるかなって。これすごく可愛いです。丈感がすごく可愛いです。で、黒もありました。黒もありましたけれど、これぐらいの感じがいいんじゃないかなって。中にね、それこそシアクルネックティーを入れても可愛いと思います。オフホワイト購入された方はね。
で、これね、今のリラックス&スタイルの V ネックニットチュニックノースリーブ、これも1990円で、私はね M サイズを購入してます。これは黒とこちらのナチュラル、30番のナチュラルと、それからオリーブグリーンがあるんですね。こんな感じで割とリラックスした感じでね、皆さんこれパンツで合わされていますけれど、上下でね編み地の違う上下の感じで、すごい雰囲気いいと思います。これもちろんね、同じ色のこのニットで合わせてるのもいいんだけれど、普通にねサイドがこのような感じで開いてるので、ロングスカートも OK だし、中にそれこそ今回この GU でもワンピース特集やってますけれども、このリブキャミソールワンピースを中に着て、その上にこの V ネックニットチュニックを上にお召しいただいて、そのままストーンとお召しいただくのもいいし、ここでベルトをするっていうのも可愛いし、なかなかこれはね3色ともに可愛いと思います。はい、ちょっとだけこれ黄みではないのかな、ちょっと赤みがあるっちゃ赤みがあるんですよ。少し赤みがあるタイプなので、オムタムさんなんかにもいいと思います。はい、そしてこのメッシュセットワンピースですよね。先ほど今田美穂ちゃんが着ていたやつですけれども、これが多分2990円が1990円まで下がるんじゃないかなっていうふうに思います。これはちょっとね、若い人、本当に10代、20代が多分たっぷりお召しになると思うので、私たちはちょっと置いておいてもいいのかな。でね、このねリブキャミソールワンピースも悪くないんですけれども、素材感がちょっと今一つ私は安く見えたので、もしリブキャミソールワンピースをお求めになるんだったら、私はユニクロさんのここで切り替えになってる素材の方が、もしかしたら私たちの世代には素材感が高級に見えるかなというふうに思います。そしてね、シューズなんですけれど、実はね私も購入してきました、シューズ。まあこれから梅雨に入るじゃないですか。これレインスニーカー購入してきました。ナチュラルとブラックのツヤっとしてる感じ、エナメルっぽい感じと、それからツヤ消しタイプのブラック2990円なんですね。私はこのツヤっとしてるやつを購入してきました。ご覧いただきましょう。じゃあこちらです。はい、可愛いと思いません？なかなかね2990円でこのソールの雰囲気、トラックソールの感じと、それからこのつま先の感じ、これもめちゃくちゃ可愛いです。でこれと一緒にね、このつま先の感じのまんまチェルシーブーツのタイプっていうのもありました。レインブーツね、ここにあります。はい、2990円、やっぱり黒とカーキがあります。これもなかなかこれからの季節いいと思います。これはね、とにかくね下がってたら絶対買えたと思うし、私ねキンキンレインシューズに関してはちょっと別途動画でね皆さんにレインシューズをどういう風にコーディネートするかっていうところも撮影したいと思います。はい、それからねこのパフィークロスベルトサンダルも結構可愛かったです。はい、色がね4色ありますけれども、イブロさんのねちょっとパフッとした感じのものも私お伝えしましたけど、これね本当にね履きやすくって、ちゃんと足首のところでも止まるので、これでね2990円という可愛い価格ではありますが、私がおすすめするのはねやっぱりねあちらの、そこをちょっとね厚底の足首のところがちゃんと止まる方が歩きやすいかなっていうふうに思いました。これもこれで可愛いと思います。はい、それからロングジレ3990円、これがね綺麗です。何が綺麗って、縫製が綺麗でした。縫製が綺麗だし、高見えするものだったので、まあ、黒とこの綺麗なグリーンと2色なんですけれども、グリーンがなかなか夏っぽくっていいんじゃないかな。結構ね GU さんこのグリーン、他にも T シャツ出したりとか、この季節をしてましたね。あとこれね、シアードローストリングブラウス、これも可愛いと思います。これ実物私のお店で探せなかったんですけれど、ノースリーブのワンピースなんかの上にさらりとねこの1990円、羽織るものがあったらなかなかいいと思います。ご自身のお肌に合わせてちょっと黄緑っぽいものなのか、オフホワイトでちょっと白に近いものなのか、あとは黒もあるはずなので、私実物見てないので生地の感じが分かりませんけど、このデザインがめちゃくちゃ可愛いと思いますので使えると思います。これも可愛いですね。ループヤンジャージーティーも可愛いです。実物見てないです。あとシアーセーターも新作なので、まあ当分安くはなりませんけれども、形が可愛かったですね。トゥーウェイメッシュカーディガン、これも可愛いです。でね、前に留めるんじゃなくて後ろにして着る方が私は可愛いと思いました。このようにね、はい、前後トゥーウェイの着こなしが楽しめる、プルオーバーとしてもカーディガンとしても
これがすごく良かったなって思います。ちょっとでもね、デザインがまあまあ若向きなので、そこがね、お好みであればおすすめします。こんな感じですね。はい、可愛いです。まあ、1990円ですしね、これがどこまでこの感謝祭第2弾の方で下がるかっていうところも楽しみにしていただければと思います。それではまとめに行きたいと思います。まあ私がとにかくおすすめしたいものがこちらのね、私も購入しております V ネックニットチュニックノースリーブ。この雰囲気はちょっと大人っぽい感じにお召しいただけるし、素材感もすごく雰囲気がいいです。安っぽい感じに見えません。でサイドがね、このように開いてるっていうところがまずいいっていうところ、それからシアセーターノースリーブもいいですし、それから私が購入してきましたこちらですね、ちょっとどこにあるかわからないですけれども、メッシュセーターですね、01番のホワイト、これは1990円、両方とも1990円。そしてこの V ネックチュニック、ニットチュニックのボトムスもおすすめですよっていうような話しました。はい、こちらのロングジレ3990円、黒もいいですけど今の時期だったらグリーンがおすすめです。そしてこちらのレインスニーカーです。これも多分2990円から下がると思いますので、下がったらぜひ購入されたらいいんじゃないかなと思いました。五十嵐がおすすめするのは、ね、こちらですけれども、こちらのエナメルっぽい感じの黒、はい、お店にあればなかなか可愛いと思います。それからこちらのレインブーツもキュートですね。はい、あと先ほどのこちらですね、ボリュームソールスポーツサンダルが2990円がどれくらいまで下がるかっていうところが見どころかもしれません。はい、こんな感じでいかがでしょうか。あのね、とにかくね、GU はユニクロに比べて皆さんご存知だと思うけれども、流行にやはり敏感で、今トレンドのものをいかに皆さんに楽しんでもらうかっていうところがやっぱり一番大事にしてるのかなっていうふうに思いました。でユニクロさんの場合はやっぱりちょっと素材感とか大人っぽい雰囲気っていうものと、それからやっぱり保守的なところっていうのがあるので、ベーシックにものを長く着るっていうところではユニクロさん、そしてトレンドのものをうまくちょっと活かす、それからユニクロよりも GU のお値段がお安めというところがあるので、うまく使い分けをして、またねこういうシーズンものっていうものをうまく取り入れられるのにお使いいただけるのがこの感謝祭のいいところなんじゃないかなって思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。5月26日からスタートしていますが、第1弾が6月1日まで、そして第2弾が6月2日からだそうですので、ぜひチェックしていただけたらと思います。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。